んてば。あ、お兄ちゃん聞いてくださいよ。アリスちゃん、私に勉強しろしろって口うるさく言ってくるんですよ。耳にタンコブができちゃいますよ。もう、それはありがたいんですけど、すごく近くからあんなに言われると、もう勉強した気になっちゃいそうだなって。冗談です。ごめんなさい、アリスちゃん。もう、そうですかね。なんだかいつも怒られてばかりな気がしますけど、そういえば。アリスちゃんとおしゃべりするようになってから、ずっと賑やかで話し相手に困らないんですよね。仲良し、なのかも。え、そうでしたっけ？お兄ちゃんが言うならそうですね。あれ、アリスちゃんがわけがわからないって顔してますよ。どうしたんですか、アリスちゃん。困った時はお互い様様。日和さんがよく言ってますけど、なんか癖になりますよね。困った時はお互いサマーソルト。え、そんなことないと思いますけど、困った時はお願いサマーバケーション。あれ、困った時は、はい、誰かを助けようって気持ちになりますね。私も日和さんを見習って、もっと人のためになるような活動をしなきゃです。ラビリンスは秘密結社なのが問題ですけど。困った時はお互い。え、どうしたんですか、お兄ちゃん。困りごとなら私に相談してください。何でも聞いちゃいますよ。え、いつも迷子になる。妹にもできないことはあります。すっごく大変なことになっちゃいましたよ、お兄ちゃん。本の中に吸い込まれたと思ったら、そこは不思議な世界で、おしゃべりする服、アリスちゃんがいて、わけがわかりませんよ。頼もしいです、お兄ちゃん。でもお兄ちゃんに頼りきりじゃよくありません。私もしっかりしたところを見せますから、見ててくださいね。なんだ、はい、一気に喋ったら落ち着いてきました。そうですよね、お兄ちゃんやあゆみちゃん、ひよりちゃんも一緒にいますし、きっと大丈夫ですよね。すっごい。もうお兄ちゃんってば、急に突っついちゃダメですってば。お
女の子の体はデリケートなんですから。こんなこと妹の私以外にしたら絶対ダメですからね。じぃー、気づかれちゃいました。あゆみさんに気づかれずに見つめるコツを教えてもらったんですけど、うまくいきませんね。でも気づいてくれて嬉しい気も。そうです、あゆみさんの気づかれずに観察する技術、私も使えるようになればもっとお兄ちゃんのことを知ることがと思ったんですけど、やっぱり私は体当たりでぶつかる方がいいですね。じもも、目が合っちゃいましたよ。これは目をそらした方が負けなやつですね。じなんか顔が熱くなってきました。アリスちゃんって素敵ですよね。メルヘンチックなのにエレガントっていうか、こんなデザインなかなか出会えませんよ。わあ、ちょっといきなり何すんのよ。女の子の体を急に引っ張るとかありえないんだけど。リノ、何なのよこいつ。わあ、しかもやめる気配がない。何？私が気になるの？まあこのエレガントな私を触りたくなる気持ちはわかるけど、もう少し考えて行動することね。ほら、リノが顔真っ赤にしてるじゃない。いつまで撫でてんのよ変態。だから急に突っつくなって言ったわよね。変態、変態不審者。え、何？言われ慣れてる？ねえリノ、大丈夫なのこいつ。ドラゴン族のお二人、なんだか迫力のある人たちでしたね。祈りさんは面白い感じでしたけど、おまれさんの方はちょっとよくわかりませんでした。でもでもギャングなんですよね。怪しいですよ。あ、そういえば私たちラビリンスも秘密結社でした。怪しさで言えばこっちの方が、引き分けということで。ドラゴンズ、口から火を吹くんですか？すごいです。さすがドラゴン族ですね。え、くしゃみでも火が出る？それはすごいんですかね。
ドラゴン族のお…そうですね、いつも笑顔ですし、ただ、その…あの笑顔を見てると、すごく身近な人を思い出しちゃうというか、優しいんですよね。笑顔のまま頭突きとかしてきませんよね。何やってるのって？もちろん裁縫です。アリスちゃんと約束しましたからね。絶対にアリスちゃんみたいな可愛い服を作ってみせますって。お兄ちゃんに応援してもらえたら失敗なんてしませんよ。針が指に刺さっちゃいました。でもお兄ちゃんの応援のおかげで全然平気。痛くても頑張ります。何やってるのって？もちろん裁縫です。アリスちゃんとやもちろん寂しいです。でもこの寂しさはまたアリスちゃんに会うための力になってくれます。いつかこの気持ちが嬉しさに変わるようにいっぱい努力しますね。会った時は成長した私を見せてあげるんです。今度は怒られてばかりじゃなくて、たくさん褒められるように。見たことがない光景。やっぱりここって本の中なんだ。面白いものがいっぱいあってワクワクが止まらないです。お兄ちゃん、一緒にいろいろ見て回りましょう。見たことがない光景。やっぱりここって本の中なんだ。面白いものがいっぱいあってワクワクが止まらないです。お兄ちゃん、一緒にいろいろ見て回りましょう。